皆さんこんばんは。今日も10歳若返り YouTube チャンネルお届けしていきますが、今日ですね、私は湘南美容皮膚科新宿東口院で勤務しております。私ね、普段新宿本院にねいることが多いんですけど、こうやってたまに他の院に勤務をさせていただくことがありまして、今日新宿東口院では糸リフトの治療がですね、すごくお得に受けていただけるようになってますので、その治療を実際に受けていただく佐藤さん、はい、に、ご出演をお願いしております。佐藤さん、どうぞよろしくお願いいたします。佐藤さんはですね、実は、今年の夏ですよね、7月頃に私で、ボトックスとヒアルロン酸の治療を実際に受けていただいたことがある患者様です。で、その時はヒアロン酸やボトックス、ちょっといろんな箇所にね複合的にご紹介させていただいてどうでしたか、その時の感じとか。やっぱり顔に張りが出て、特に目の下のたるみは、あ、そうですか、改善されて、あ、よかったです、はい、そう言っていただいてありがとうございます。その佐藤さんが今回初めてですね、糸リフトにちょっと挑戦してみようかなということで、これからちょっと実際にカウンセリングをさせていただきたいと思っております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、では佐藤さん、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。実際にちょっとお顔を今日の状態見ましょう、はい、マスク外していただいて、はい、ありがとうございます、はい、佐藤さん、ごめんなさい、ご年齢を言ってしまっても大丈夫ですか。大丈夫です。63歳。はい、63歳にしては、うん、実際今すごく輪郭綺麗に整ってるかなと思うんですけど、先生に打っていただいて前回のちょっとまず治療のおさらいをします。はい、4ヶ月ちょっと前にですね、ヒアルロン酸とボトックスとあと女優注射やりました、はい、その時はですね、額のシワのところに女優注射やったり、だいぶ伸びたんですけど、また、うん、またちょっとちょっとで気になってきましたね、少しね、割と女優注射1回でも少しおシワ良くなりましたよね、あの時ね。なりました、なりましたよね。1ヶ月ぐらい後に、うん、撮った写真が出てきたんですね、うんうん、であの携帯見たら、うんうん、やっぱり違う、ね、違う、全然、うん、違ってて、あ、よかったです、うん、女優注射は一応ね、クリニックではこう 3,4 週間ごとに3回ぐらいやりましょうとお伝えするんですけど、うんうん、前回の佐藤様のように1回の施術でも結構ね、うん、効果実感いただける方も多いので、うん、ちょっとそれまた切れてきたので、またいずれやっていただいてもいいかなと思うんですけど、はいはい、今日は特にちょっとここのフェイスラインのもたつき、はい、あとちょっと顎下のもたつきを少しキュッと、はい、キュッとこうスッキリさせていきたいなと思っています。はい、この辺が気になってます。そうですよね、なんか下がってきてるなっていうのが、ここがそこの部分ですよね、うんうん、前回ですね、ヒアルロン酸をちょっとこの顎、はい、輪郭をスッキリ見せるために顎に打たせていただいて、今ちょっとまだ触ると少し残ってるかなと思います、うん、あとほうれい線とここマリオネットラインっていうところにもヒアルロン酸を前回入れていて、今回ちょっと糸リフトを少しすることでおシワの改善がもう一段階できるといいかなと思います、うん、あとここの頬もね、前回ヒアルロン酸入れたんです、うん、結構頬の高さ上がりましたね、綺麗になりましたね。そうですね、上がってますね、うん、そうですよね、マスクした感じがやっぱり、うん、違うんですよね。そうですよね、きっと目の下のクマも頬が上がったことによって目立ちにくくなりましたよね、うん、まだこの辺はなんかちょっとね、効いてる、キープできてますよね、はい、どうしましょうかね。ちょっと佐藤さんはここの部分のもたつき、そうなんですよ、ここがちょっとたるんでそうですよね、横から見ると、横から見ると、そうなんです、あとニコッと思いっきり笑っていただくと、はい、歯が出るぐらいいいと洗ってみましょうか。そうですね、ちょっとここが二重顎っぽくラインが出てきちゃいますよね。この辺がちょっとたるみがね、たるみが気になる。そうですよね、はい、まあ、ここの部分ってハイフっていう機械で少しこう引き締めてあげることもできるんですけど、うん、今回糸リフトまで少しチャレンジしてみようかなってお気持ちで来ていただいてるので、せっかくのでちょっと糸を入れてここを引き締めていこうと思う。ただこの首元のちょっとこう肌質の部分とかはやっぱりハイフ定期的に当ててあげたりだとか、前回ご紹介した女優注射とかこう定期的に継続的にやっていただくとより綺麗になるかなと思うので、糸だけで全部がね解決するわけじゃないんですけども、ことこの顎下やフェイスラインのもたつきをキュッとするのにはいいかなと。は
って聞いたことあります？糸リフトとか。それはなんとなく聞いたことあります。聞いたことはなんかお知り合いの方で何かこう受けたことがありますか？あの私の職場の同僚のお友達が糸じゃなくてワイヤーを入れて。あ、本当ですか？ワイヤーか。そう、ワイヤーです。でもね、すごくその方はこうやっぱり上がって綺麗になって、なってるんで、その方は興味があって、でも糸だと溶けるっていうのは私は聞いてたので、なんかそういうのもあるみたいよって言ったら、あ、それだったら怖くない。そうですよね。マフィアだったらちょっと怖い。そうですよね。まあ実はあの一昔前に金の糸っていうようなあの糸の種類が流行ったりした時代もあったんですけど、今どちらかというとやっぱりあの佐藤さんもおっしゃっていただいた通りで、溶けるタイプの吸収紙って言われる糸の方がむしろ安全だし。あとまあね、顔の形も5年後10年後また変わってくるので、そういったちょっと溶けないタイプのものだったり、あと金属成分が入ってたりすると、ちょっとやっぱりそれは長期的に見るとあまりいいことはないかなと思うので、今回あのそうですね、溶けるタイプの吸収紙と言われるタイプのものでご紹介しようと思ってます。糸なんですが、糸があるんですね。で、糸にちょっとこうトゲがこうついてるような感じなんですけども、糸をこうかけるだけでも実際にこう緩んでるものを糸でこう支えられるので、例えばお胸をこうちょっとブラジャーで支えてるみたいな感じで、形を少し綺麗にホールドすることもできます。でさらに今回使う糸っていうのは、糸自体少しちっちゃなトゲのようなものがついているので、そのトゲで組織をグッとこうあの掴んで、そしてあの上げたい方向に少し引っ張ると、その上がった状態で固定ができるってことになります。ただ糸の種類にもいろいろあって、こういうですね、ところにこう頭のところに糸をこう、ね、固定して縫い付けるようなタイプの治療もあったりするんですけど、それいうのになってくるとちょっと侵襲度といって、お体へのダメージがちょっと上がってくるので、今回はそこまで の糸ではなくって、一般的な糸リフトって言われるタイプのものご紹介をしていきたいと思ってます。ちょっと鏡見ていただいて、ちょっとどのように出るかを決めていきましょうか。カウンセリングですね。私見てると輪郭こうやってなぞって見てると、ここのもたつきとここが気になるかなと思うんですね。でちょっとこの、ごめんなさい、ペンを糸だとあの少しこう仮定しますね。通常我々が使う糸がだいたい10センチ、これがね、およそだいたい10センチぐらいなので、そうするとですね、ここのボリュームをちょっとこういう感じで引っ張り上げてあげると綺麗かなと思うのと、ここのボリュームを少しこうこっち側に支えてあげると綺麗かなと思うんですよね。ちょっと私の方まっすぐ向いて、顔の左右差で言うと、ちょっともともとご自身にとっての右側の方がたるみの度合いが強いので、糸の本数は左右ともに同じ本数しようと思いますが、ちょっとかけるデザインは左右で調整したいと思います。こういう感じで上げるか、こう上げるか、こう上げると。上に上げた方がいいです。OK です。目も気になってる。そう、下がってる。じゃあそしたら、今日はですね、そしたら、ちょっとこのこめかみのあたりから麻酔をして、プリマリフトっていう糸をちょっとこの頬のボリュームを少し上向きに支える感じで、こういう感じでかけます。3本3本、123123。でその後にボブリフトっていう糸を顎下に2本2本かけて、ここをちょっとこう支える感じで入れていこうと思います。でこっちもこっちもあんまり思いっきりグッとやっちゃうと、ここのボリュームが全部ここに集まってきちゃったり、あとここもあんまり引き上げるとこう目尻に変に引きつれ、上に向いたこう引きつったラインが出てきちゃうので、それはちょっとそこまでやらない自然な範囲でと思いますので、ちょっとそういう風にしてみましょうか。はい。あとはちょっとまあボトックスとか女優注射とか切れてきたところを少しメンテナンスしてもいいですし、ヒアルロン酸今日ちょっとまあほうれい線とかこのマリオネットラインの部分の微調整で1本ぐらいだけ使ってもいいかなっていう感じなんですけど、どうしましょうか。ボトックスとかその辺はいかがされますか。何も考えてこなかったので、例えば今笑うとちょっと鏡見てて、結構笑うと目尻があったりとかシワがまた出てきてるんですけど、この辺はちょっと気になるかなっていう感じですか。はい、
まあ、そこは前回ボトックス、私目尻目の下、うん、あと眉間鼻根、そうです、眉間はもうこのシワがもう気になるんですよね。そうなんですよね。ここの横シワが気になる感じですか。そうそう、鼻根部ですね、うん、目の悪い線もあって、うん、やっぱり物を見るときに、なるほど、そうなんです。分かりました。顎はどうですか。顎は大丈夫か。今ね、うん、綺麗ですね、うん、OK です。じゃあちょっと目尻目の下、あと鼻根部のボトックスは少しメンテナンスで足しますね、はい。まあ、治療のこうリスクとかダウンタイムのところも念のため、あの伝えておきます、はい。まずですね、この糸っていうのは基本的にはあのきちんとこう消毒をして清潔な手袋を使って私たちも治療を行うんですが、本当にごく稀なんですけども、感染を起こしたりとか何かこう異物に対してのアレルギーのような反応が起きたりっていう可能性がゼロではないので、あのまあ非常に頻度は低いんですが、もし何か経過、あの施術の後ですね、お顔が強く腫れ上がったりとか、あのズキズキ痛みがなかなか止まらないとか、何か膿が出てきたとか、あの気になることがあったら、あのクリニックに遠慮なく、あのお問い合わせいただいてお電話とかいただければと思ってます。あとはですね、あの糸を入れたところが1週間から2週間ぐらいは少しやっぱり異物が入りますので、引きつれ感、あとお痛み、患者様によって口が開けにくい感じとかが出ることがございます。あの通常にあの生活はしていただいて構わないので、洗顔したりこうお顔を触ったりメイクしたりとかいつも通りでいいんですけども、あのあまりお口を大きく開けたりすると痛みが強く出たりすることもあるので、あの痛み強い時はあまり激しくお口とかあの開けたり、あとお顔を強く揉んだりとかしない方がいいかなと思います。基本的にはあのむくみとか腫れが落ち着いてくると引きつれ感とかも徐々に馴染みますので、最初のもしあの引きつれ感あるとしても 1,2 週間ぐらいがピークっていう感じですね。ただまあ大体そういう風にならないように術後を調整してお鏡で、ね、見ていただいたりしてご帰宅いただくようにしますので、そこもご安心いただければと思います、はい。施術ね、麻酔をね最初に気体を入れて、はい、麻酔効いてからやっていくので、はい、施術自体は麻酔さえ効いちゃえばもうほぼ無痛ですから安心していただいてと思うんですけど、その分ちょっとお薬の麻酔が入る分直後顔がちょっとぽっちゃり見えるので、はい、はい、ちょっと当日翌日は少し麻酔が入ってた分ぽっちゃり感ありますから、はい、ご理解いただければと思います。はい、なんかご質問とかあります？特にはないです。大丈夫です。大丈夫です。はい、はい、じゃあちょっとこの後実際にご案内していきます。はい。はい、では佐藤さん、洗顔が終わって、はい、ちょっと先にお顔にデザインをして一緒に確認いただきたいと思います。はい、ちょっと先に私の方で描きますね。はい、じゃあ佐藤さんお疲れ様でした、はい、ありがとうございました。はい、じゃあちょっと見ていただいて、はい、はいかがでしょう、はい、だいぶフェイスラインがねすっきりしたかと思う。今麻酔が、片側 5cc ずつぐらい入ってるので、お顔はちょっと今麻酔が液体が入ってるのぽっちゃりしてます。あと口元とか目元が今ちょっと動かしにくかったり、目がちょっと重たい感じとか出てると思うんですけど、これ麻酔の一時的な影響です。フェイスライン、顎下の部分も麻酔が入ってるので、はい、実際もうちょっとぽっちゃりしてるのがスッキリしてきます、はい、輪郭がだいぶ綺麗な卵型に近づいてきたかなと思います、はい、とここのマリオネットラインほうれい線も、はい、ヒアロさん1本しか使ってないんですけども、はい、入れ方、はい、だいぶちょっと入れ方今日工夫しました、はい、あの
マイクロカニューレっていう、うん、あの針先が尖ってないタイプの針と、うん、あの普通のニードルっていう針が尖ってるタイプのとちょっとまあ組み合わせて、うん、少量でかなりヒアロン酸で、うん、あのシワも目立たなくなっていると思います、うん、ここに針穴がありますよね、はいはい、でここから実際液体の麻酔を 5cc ぐらい撒いて入れてるんで、ここちょっと今むくんでます、うん、糸がこう入ってるラインが少しだけ今表面にあのボコボコ見えるんですけど、麻酔が吸収明日明後日されていくとここかなり綺麗につるんと滑らかになります。なのでこの辺のモコモコ感は結構すっきりとギュッと上がって終わると思います。でこの針穴のちょっと今白くなってるのは麻酔がまあ効いてる間数時間だけの色味、はい、そしてこの針跡ですね、ここの部分は今日ちょっとあの茶色のちっちゃな絆創膏みたいなのを貼って帰っていただきますので、はい、明日以降もし取れてしまったらそのままで大丈夫です、はい、この針穴は多分あの1週間ぐらいで、はい、あの本当に目立たなくなりますので、はい、ご安心ください。はい、ちょっと今麻酔でねちょっと喋りにくいと思います、はい、はなんかかなり上がった感じ。今、ね、痛みはないですよね。きっとね麻酔効いてたからね。はい。はい。だいぶこう持ち上がってるなっていう感じがしますね。引っ張られてるな。はい。湘南美容皮膚科新宿東口院で実際に糸リフト、そしてあとボトックスやヒアルロン酸のメンテナンスの施術をさせていただきました。この後のビフォーアフターのお写真ですね、 YouTube の動画の最後に載せておきますので、術後の腫れとかの経過も含めてご確認いただければと思います。そしてあの湘南美容皮膚科ではこの新宿東口院はじめ栄山町院とか五反田院千葉院では糸リフトをお得に受けていただけます価格設定になっております。こちらの詳細は YouTube の概要欄に載せておきますのでそちらもご確認ください。はい、ということで今日はご協力いただきました佐藤さん、お疲れ様でございました。ありがとうございました。はい、ではまた今日も YouTube チャンネルご視聴ありがとうございました。